ある方にまあ、娘がね。 えー、学校に行かなくなってしまったと、えー、小学校3年生の娘が、まあ、不登校になってしまったとでこういう時に親はどうしたらいいのかっていうことを、ね、悩んでるっていう相談を受けたんですよねでまあ親も親でね毒親になりたくないと思ってるわけですよねでじゃあどういうふうに対処したらいいのか分かんないからちょっと動画出してくんないかっていうふうに言われたんでちょっとこのこの機会にちょっと僕はどうしたらいいか こういう時どうしたらいいかっていう話をちょっとしたいと思います。僕の意見なんですけどね、あのまず第一にあのね学校行きなさい。学校行かないでいいっていう議論の前にですね、まあ、前提として親は子供にどうなってほしいのかっていう話をね考えるとですね、まあ、基本的に親は子供に幸せになってほしいと思ってるわけですよね。だからこれでじゃあ幸せになるためにはどうしたらいいかっていう時に普通になってほしいと思ってるわけですよね。で。 まあ近所の子はちゃんと学校行ってんのにうちの子だけ行ってないっていうのはうちの子は普通じゃないから大変だっつってこう騒ぐっていうのはこれは日本のパターンですよね。 まあできればね子供にこの過酷な社会でなるべく安全幸せになってほしい安全安定な道に行ってほしいそういう職業についてほしいって親は思ってるわけですよね。なんでかっていうと、まあ、親会社があり子会社があり孫会社がありとか言ってね、まあ、下に行けば行くほど頑張ってんのにお金もらえないっていうねそれで不安定いつ首切られるかわかんないみたいな結構つらい暮らしをしてるんでじゃあねもうトップの学校に入ってトップの企業に入ったら安心して んでしょうととりあえずそこにたどり着くまでは何も考えずに勉強しろっていうふうにでそれで、えー、まあ、学校っていうものはそもそもあの社会は過酷なんで過酷な社会に出るためのレッスンレッスンをするところだとえそれなのにできないっていうのはまあ、本人が甘えてんじゃないかと。で私の頃は、えー それでも頑張ったんだと、それが、まあ、生きるってことなんだみたいなお父さんいらっしゃいますよね。まあ、そんな感じで、まあ、子供を追い込んでいくっていうパターンですよ。でそれで子供が壊れるっていう、えー、これがその今の日本のパターンですで、えー、私の頃はどうのこうの、えー、普通はこうだっていうと、まあ、まあ聞かなくなりますね子供もたちは。 な,なってしまうわけですよね、えー、じゃあ子供はどういうふうな状況にあるのかっていうのを整理するとですね子供の方はですねあの明らかに80年代とか90年代90年代前半ぐらいまでの学校とは全く違う学校になってるんですよね今ねだからお父さんお母さん体験していた自分の行ってた学校っていうものと今の学校は違いますよね。表面的にはまあ、なんか えー、部活とやってますとか、えー、みんなその頑張ってマラソンとかしてたりとかこあの校庭走ってたりとかするから一見ね変わってないように見えるかもしれないですけど中身は,内情はひどいめめちゃめちゃゃ変わりましたよね学校のにいる子どもたちっていうのが、まあ、明らかにその心が荒れてるんですよね昔よりね。でえーまあ、家ででもひどい目に遭ってるんで 家でひどい目ににってる子供は学校を地獄にしたいんですよねで何か起こるかっていうとリンチですよあのいじめなんていう言葉じゃないくらいちょっと過酷なあのリンチが行われてるんですよねで、まあ、それはその精神的肉体的な迫害っていうかこれはまあ想像を絶するほど過酷な状況ですよでそれに無理だとまあ、えー、例えばリンチに加担しろって言われるのも無理だし、えー、リンチの被害者になるのも無理だと。 えー、もしくはこういった雰囲気のところにいたくないみたいな人が、えー、学校に行かなくなるってうもまともな子ほどそんな異常な状態に耐えられないですよ。えー、誰かがいじめられているそれが当たり前になっているとかいうねそういった状況っていうことに耐えられないだからあの死んでない心が死んでない人ほど学校に行けなくなるんですよね。でこういう学校に馴染むためにどうするかっていうと。 えー、どっか麻痺しななきゃダメなんですよねぶっ壊れなきゃいけないというかね壊れて心を殺さなきゃいけないっていうねでこ心を壊,す壊した人間が、まあえー、支配しているっていう空気っていうのはこれはずっと続いてますよねでもちろんね地方の学校とか、まあ、そ,のそうじゃない学校もたくさんあるとは思うんですけど、えー、こんだけ現状学校に行かないっていうことが増え続けるっていう背景は子供が甘えてるんんじゃないんですよやっぱり学校が異常なんです。 そんなね、あのー、まあ、狂った状況にあるっていうことをまず前提として思っあのー、理解した方がいいと思います。あまあ、あとはもしくはあのー、僕なんか体験してますけど、先生がいてもむちゃくちゃなんですよね。もうあの楽、ー、器崩壊なんて言われて、もう20年ぐらい根本的な解決がなされない。まんま、えー、今まで来てるっていうことなんで。じゃ、あそれは歪みはどこに来るか？って言ったら人間の心でしょ。心が壊れるんですよ。 じゃあね、学校に行かずにフリーでやってってもいいんじゃないのっていうふうに、えー、話あ,ありますよね。で、まあ、それで学校に行かない人たちもいっぱいいます。で、僕の知っている範囲でね、たくさんの人取材しましたけど、学校行かなかった人たたくさんいるんですよ。で、むしろね、それで大成功してる人の方が多いくらいなんですよね。ちゃんと学校行きました、成功しました、というよりは、学校無理でした、成功しました、幸せですっていう人たちの方がたくさんいます。それは僕が会ってきた人たちはそうだったんですよね。だけど、まあ、こ,うこの 才能の話で言うとねそんな人は何万人に一人だと何百万人に一人だと大谷翔平はそんなにたくさんいない藤井聡太はそんなにたくさんいないうちの子供は普通の人だ普通の人間なんだとだから、えー、せめてね学校に行ってちょっとでもマシな学校に行ってほしいんだって話になるんですけど。 あの学校で成績をといい成績を取るっていうのも才能なんですよね成績がいいっていうのはねあれはあのまあご存知の通りですよね記憶と、まあ、その判断力とあのテストの点を良くするため何かその直感的にそれをつかめてそれが努力できる人間なんですよでこれはいるんですよあ頭が悪くても成績がいいっていう人いるんですよ一定数ねでそういう人が結果出して、えーまあ、頭いいとか言われたりするんですけど例えば 勉強に全く向いてないのに学校に行かせるっていうのはあの猫にね泳げっていうようなもんですよ。猫を川に放り込むようなもんです学校に行かせるっていうのは。でえー、もしくは魚に飛びなさいっていう言ってるようなもんですよ引っ張り水の中引っ張り上げて。えー、それくらいねあの向かないことをやらせてるっていうねでそれで悲鳴上げてるんですよね「無理です泳げません私猫ですから」ってなってるのが不登校ってやつ。でえー その,その川っていうのはねそのある人にとってはとても素晴らしいこところ居心地のいいところかもしれないけど私にとっては地獄です <laughs> 先ほど言ったように学校は荒れ果ててますからねそんなところに私はいたくないですって言ってい,いたら壊れますってことです。<laughs> もしくはそこに馴染んで、えー、他者を蹴落としそれからまあ、えー、これで点数上がるだろうって言って割り切り何も考えずに勝つっていうところに集中して成功したところでどういう人間になるかというと嫌やなやつになにるんですよ。エゴイストを生むんですよ。でエゴイストが支配している国だからこの国はねこんなに荒れてるんですよ。 えー、自分だけよけりいいっていう国そういった政治そういった、えー、産業みたいなねそういったものがお覆ってるからみんな荒れちゃってるわけですよねあどっかで何とかしなきゃいけないでしょ猫は猫の人生それを、えー、どうにかしなきゃいけないっていうことですね。本当にその能力っていうのは分かんないんですよね。 何に向いいててるかっていう話で例えば野球が好きで野球の世界に行きたいとだけど誰もがねあのトッププレーヤーになって大谷翔平みたいにスターになれるかって言ったらそうじゃないですよだけど例えば球場の管理に関して管理運営に関してもしくはコーチの仕事だったりとか、まあ、そういったことに関しては抜群な能力を持っているとかね <laughs> そういったもしくはその放送の時の,その交渉能力とかいろいろな仕事がある,あるわけですよね。野球周りにもねジャーナリストも いますしね野球漫画でもいいんですよね野球漫画描くとかねそういった何ていうのなんかその人に合った何かっていうのが見つかってそれがお金になれば幸せですよねでそれがあのじゃあ継続するのかどうかって言ったら会社入ろうがフリでやろうが不安定なのは デフォルトなんですよねもはや幻想なんですよね安定っていうのはだからお国の仕事しててもわかんないっていうのが現状ですよそれは世界見てればわかりますよねそんなわけで例えば、えー、グランドの管理をやらせたら最高の人間に大谷翔平になれって言って無理やりその鍛えたりとかねもしくは藤井聡太 将棋のね天才のねあ,あの人に親がですね「お前はボクシングをやれ」とで「ボクシングで世界チャンピオンになれ」っつってジムに掘り込んだら大変なことな大変なか悲しいことになったと思いますよ。向いいいいいてななことはさせない方がいいんですよで向いてることっていうのは本人が探し出すしかないんですよねだからあのそれって何かって言ったら好きにやらせるしかないんですよ。で好きにやらせるうちになんかこれすげえできるっていう。 これ得意とか、いつまででもでもきるとで。それは親が判断することじゃない本人が続けられるかやりたいかどうかっていうことですこれがまず第一なんですよねでそれをお金にできる状況にするために、えー、本人が考えるっていうのが一番いいと思いますでだけどそれのサポートはできます例えばここに行くとこういう人がいてこういう同じようなことやってる人たちがいてでそこにまあ一回行ってみるっていうのを まあ付き合うとかいうくらいはできるかもしれないですけど基本的には自分でやるしかない,やるしかないんですよね。 とと、ははえね、ね、山田さん、ねあのー、私は不安ですと子供が普通じゃなくなっちゃうことに対して不安だっていうねそれに関して僕が言えることは「あのね、大丈夫だ」としか言いようがないですよねなんとかなっちゃうよっていうただすぐになんとかなるわけじゃないよっていうね環境が生み出している問題なのでそのなんとかなるっていうのは例えば学校に行くようになるとか普通になるとかっていうその感覚とはちょっと違いますよね幸せになるために、えー、本人が考えてで。い 人生を生き生きと生きていくっていうその状況に行くってことですねこれはまあ追い詰めなければそんなに時間かからないと思いますよ周りの人間が学校に行けないお前が悪いお前が異常っていう感じで追い詰めたら子供は壊れますから壊れたらなかなか立ち上がるの難しいですよねだから学校に行けないんだっていう状態になったらもうとにかく徹底的に話を聞くしかないんですよで話を聞いて意見しないっていことです でかっていや親としてね、えー、大人としてたくさんのアドバイスはできるんだって言うけど全く通用しないですよそのなぜかというと知らないからですその子じゃないからですその子しか体験してないからですできることは気持ちを組むことしかないんですよで、えー、そうか大変だったなって言ってで、まあ、ゆっくりと好きなようにしたらいいっていうふうにいったんその人の人生好きにやっていいよっていう状況にするっていうのがまず第一ミッションですよね。うん だけどあの周りの人たちね例えばその普通じゃなくなった大変だってなってる時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの世代も込みでね一族でね子供をねお前はまともじゃないんだっていう風に責め始めたらねこれを見てる人はできれば、えー、それを食い止めるっていうことに全力を尽くしてもらいたいですね。待、えーまま、とうよとりあえずというね。えー で説得したって無理ですよ。そう信じ込んでますからね。知らないわけですからね。だからとりあえず時間だと。で本当にこうはっきり言いますけど僕が言えるのはこの国で、えー、自立する。 ね、一人で生きていくちゃんとした人間になるっていうことにも時間がかかるんです35歳までかかります35歳ます歳では好きにしていいと僕は思っておりますねで35歳ぐらいになったらなんとかなっちゃうんですよ本当になのに。<laughs> 二十歳そこそこで何とかしようって思ってるからね。古いんですよ、その感覚が。そうじゃないんですよ。学校で行ってる間っていうのは死ねって言われてる時間ですから、心を殺して、ただ従えって言われてる状態なので、その時間っていうのが丸々ないんです。成長してないんですよ。自分じゃないから。自分になってからの時間っていうのは、おそらく20代中盤ぐらいから始まると思いますよ。20代中盤から学校っていう呪いの磁場から離れ、親っいう磁場から、 離れて自分になんですそこから、えー、そのお金を得て自分で生きていくっていう、ね、そこまで行くまでまあ10年ぐらいかかって当然だと思いますよそれぐらいそのインフラできてないですよ社会的なそういう人たちを救うそ,そのシステムともできてないですからねだから35歳ぐらいいままでフラフラして当然だと思いますそれを許さないとどうなるかっていうとぶっ壊れるんですよ。 でぶっ壊れるのは心がぶっ壊れるしあの自分っていうものが分かんなくなっちゃうんですよねで親を呪い社会を呪い自分自身を呪いそして自分自身を傷つけ続け自分を責め続けるんですよあの、まあ、子供の時にずっと学校に行けないお前はおかしいって間違ってるってずっと言われた人たちは自分は間違ってるって思い込まされてるんですよ間違ってないのに間違ってないんですよまともだったんですよ まともなな感性があるからいけなからけったですよ猫を川に放り込まれたら猫は川から出るじゃないですか川から出ただけなんですよなのに自分が悪いっていう呪いにかかってるからずっと自分を責め続けるんですよで私は普通じゃないって苦しむんですよこんな呪いを子供時代にかけることに何の意味があるかというとないですよねとりあえずコスパが悪いです えー、なぜかというと幸せを感じられるるるようにななために大変な時間がかかるんで,すよでまあ心療内科に通ったりとかね新しいパートナーに頼ったりとかいろいろするんですけど、まあ、そのたんびにですねパートナーを傷つけたりとか大量の薬を飲んだりとかいろ、まあ、んなそのあまり良くないことが起こるんですけど根、ね、っこの部分は学校に行かなくて別に悪いことじゃないんだぞと,と好きにしろと自分で考えたらいいんじゃないかというふうにしてですね一緒に動物園行ったりとか。 美術館に行ったりとか、えー、たくさんその話を聞いてあげて否定しないジャッジしない、えー、アドバイスもしないってそれだけで十分ですよね。であの別にその生産性がねなくても学校,に学校の友達みたいじゃなくても、えー、社会に認められなくても別に構わないんだよ。 して、まあ、親ができることがあるとすればそのままでいいよっていうふうに、えー、お前はお前のままで最高だと言うとそれしかないですよで子供はそれ言われたら頑張っちゃうんですよありがとうございます恩に報いますっていう自動的にそうなるわけですよね、えー、そうやって大事にされた人は人を大事にすることができるんですよ明るくなりますからねだからそういった人を大事にすることができる人を作ったらどうなるかというと 友達ができるんですよ。助け合いができるんです。で、この後、いろんな組織がまあその組織とかシステムとかいろんなものがぶっ壊れますから、このこの国はね、世界的にそういう流れが起こります。学校に行って何がいいのかって話、これはまあそのよく俺も言われてましたけど、当時あの 学校に行けなかったっていうことをコンプレックスに思わなくて済むってだけの話ですよね。だから、不登校の人たちが後々何に苦しむかというと、自分は学校に行ってないってことをコンプレックスに感じてしまうっていうね。で、これはあの、まあ昔はその大学に行けなかったってことをコンプレックスに感じてるみたいな人がいたんですけど、まあ、ほぼほぼ本当に意味がないんですよね。で、そんなことはどうってことないっていうのは。 言ってない人は言えないんですよその「そんなこと気にすんなよ」って言ったって「気になるんだよ」と「俺は」っていうそれ言われちゃうと自分が言ってんだからそうなんだろうなと思うしね。でだからあの、まあ とりあえず卒業しとけばそういうコンプレックス抱えないで済むよっていう言い方に関しては間違いではないんじゃないかなとは思いますよ。ただ本当に多くのものを失ってしまうと思うんでねその失ってしまうこととその後に抱えるコンプレックスっていうのはどっちが、ね、大事なのか自分にとってっていうね心がぶっ壊れるよりは学校行ってないっていうどうってことないんじゃないのって学校に行ってなかった卒業してなかったっていう方がマシかなって僕は思うんですけどね。 なんか嫌な人間になるよりは中卒でいいじゃん中学も行ってないっていうのを誇りに思っていいんじゃないかなって 多くの人がね学校行ってないっていうことをねむしろね誇りににしてててるっていうところにスイッチ変えてるんですよねだからもしそういうふうにさコンプレックス抱えてんだったらあの学校行ってなくても余裕でここまで来れてんじゃんっていう自分を誇ってほしいっていうのがまあ正直な話で学校に行ってるくせにろくなもんじゃないっていうのがもう山ほどいますからねそういつらに比べたら学校なんか行かなくてって全然いいじゃんっていう大人がたくさん増えれば。 まあ、後の子供たちは助かりますよね。救われますよね。俺なんかも、その学校行ってないのに、再婚人生を送ってる人たちを紹介したかったっていうのがあってね。遺族の才能とか、節約で。それは、ね、今行ってない人が、コンプレックス抱えなくて済むからね。っていうことです。で、一方でね、もう一つ、あの、 学校に行って心を殺してでまあ、周りを全部敵にして結果出してきた人間で本当に,に人間的に偉いのかどうかっていうね立派なのかどうか尊敬できるのか、えー、っていう話はちゃんと考えた方がいいと思いますよ。ろくなもんじゃないっていう人たくさんいますよ。なんでかというと、えー、そうなるためには心を殺したエゴイストにならなきゃいけないんですよ。もちろんそれを自覚的に避けてきた人たちで立派な人たちは僕いっぱい知ってますけどでも たくさんの、えー、心が死んだエゴイストを知ってます。で、そういう人たちが、えー、権力の座についてるっていうのも見ますよね。それは発言で感じますよね。この人なんで人のこと何にも考えないで、 他人のことなんかどうでもいいと思ってんだなこの発言っていう発言いっぱい聞きますよね。それはね何が生み出したかっていうと俺学校だと思いますよ。学校がエゴイストを作るエゴイストを称えるエゴイストになりなさいっていう教育をするっていうねそれで、えー、他者なんかどうでもいいっていう人間たちが作った国が今の日本じゃないですか。そんなそんな国にさ変えなきゃダメでしょ。 なね、変えなきゃダメなんでなんでかっていうと嫌なやつばかりの国になるからつまんないでしょねでそこで私は嫌ですって言ってんのが不登校の人なんですよそんなふうになりたくないとそれはねあのまだうまく喋れないからね説明できないだけでそういうふうに体が言ってんのそんな人間になりたくないってだから不登校の人たちを大事にしたいんですよ僕はもしくは学校行きたくないなって思ってる気分を持ってるだけど行ってるっていう人に俺はその あの応援したいすよそういう人たちを応援したいんですよ、うんえー、間違ってねえよってその感じっていうねっていうことをまあ言いたいですよね、えー、まあそのもちろんね学校最高じゃないですか俺向いてるんですよ、えー、大好きなんですよっていう人はよかったねって思うわけそれはあなた向いてるからなんだよ <laughs> だけどだったらお前は向いてない人のことを、ねえー、守ってやれよっていうね、えー、考えてやれよで,で「来い」とか言うなよ 好きにさせろっていうね、うまあ結論はそういうことです。自分の人生は自分で、自分の人生は自分のものだからね、好きにやればいいんですよってね、それで時間かけてやったらいいんじゃないかっていう話です。ね、えー、焦らないで、えー、子供を褒めようっていうことですね。はい、そういう感じの結論です。